皆さんおはようございます。おはようございます。西良平です。はい。店長です。はい。今日は9月の21日木曜日ということで。はい。調理明キャラ店長。調理明キャラ。調理明キャラになってしまいました。はい。お久しぶり。昔はね、二人でね、二人三脚でやってきたけど。今はね。今もです。今も今も今もです。はい。今日は本当ね、ありがとうございます本当に。はい。久しぶり。久しぶりですね。久しぶり。久しぶり本当に。お疲れ様です本当に。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、よろしくお願いします。はい。で、今日は。はい。今日はなかあるのか。ありますよ。 あるなら前もって打ち合わせしてほしいって毎回言うんやけどねいやなんかこう打ち合わせしてもなんか思いついてしまうんですよダメですかおいしいパンケーキの作り方じゃなくてはい違ういいですか何ですかあの前回はい美人三大数っていうのその画数画数画数ねあの価数ねはいあれって男性バージョンないんすかあるあるんですかあるあまあ言うとあれの数っていうのは 例えば携帯誌も4桁とか自宅の番号誌も4桁とかでもいいし、はい、自分のパスワードでもいいし、あのー、何にしても4桁の数字を足して何になるかっていう、はい、でこれが、まあ、車のナンバーも,もちろん OK なんだけども、はい、まあ車のナンバーも含めた上でまで、あ、足して何になるかって中で美人三大数これちょっと復習しようね美人三大数っていうもの自体が、えっと、美人三大奇数って言ったか、はい、ねっ まあこういう数字の力っていうものを使うことで自分の人生とかもそうだしそういうのきっかけっていうのはやっぱりありうるっていう昔から言われててで女性の三大奇数っていうもの自体とあとは男前三大奇数っていうのもあるよ男前三大奇数、はい、でまあまずちょっとあのやってくると足して全部足して、はいね、携帯の下4桁でも車のナンバー下4桁でも足して13角 はい、と18画そして31画っていうのがあったりするんだけどもまあ携帯とか車のナンバーとかでももちろん名前の中に入るのかっていう名字下の名前最初と始まりの数字足してそして一番最後全部足したら何になるかとかで出したりするんやけども、はいまあ、とりあえず置いといて名前は別にすぐ変えたりできないのであの自分の中で何か取得できるナンバーがあった場合ってことなんだけどあ13画これ、まあ、美人三大奇数ってこの13画は、まあ、基本的には まあ、頭切れる人もめちゃくちゃゃく多いあの学生時代おらんかった本当にいつも遊んでそうなのに勉強もしてないし勉強しよう姿も授業中もいつも寝てるのにいつもあのテストやったら点数は上位にいるっていういますねいるやろ、はい、そういうタイプの人なんか、まあ、影の努力というよりももともと頭切れる人が多くてでその上でまあモテるというで18角っていうのはもう美と健康 美とと健康力力っってていう力を圧倒的に持ってるのが18角もちろんこの数字はあの美人三大数とはいうものの,あの男性が持ってても女性が持っててももちろんいいですという数字なんだけども、まあ、18近くって言ったら医師合憲の勤勉発展数ってドル家の人多いよすごいその上で、まあ、セレブになる人めっちゃ多いよって言ったりするこれが18画、はい、であの31画っていうもの自体は全部じゃない。 今まで俺も昔から教えられよったけど、はい、名前の画数全部足して31画になる人で不細工おらんよっていう話を言った時に、あのー、確かにね、整ってる人がもう圧倒的に多いなって思う。まあ、不思議よね。それも内側もですか内側って内側てその、なんていうんですか、性格的なもの内面。いや内面は分からん。はい、あ見た目的な見た。外面的なもので、万、はい、人受けする整い方をしてるって。芸能人でもね、 あのー、いろいろおりゃんキャラで売れる人もおればさ、はい、あのー、なんかいろんなあれあとこの人お人形さんみたいな顔しとるみたいない、ね、整いすぎやろみたいな、はい、いう人たち見た時にこういう数字になることがやっぱ多いなと思ったりするこれが美人三大奇数って言ったりするんだけどもはい1まあ一個おまけで入れたら24画も入るかなあのー、24画っていう数字は別名シンデレラ シンデレラ、うん、お金がない人と結婚してもお金持ちだったりとかお金持ちに人に好かれたりとかっていうのもあったりするけどもあとはちょっとおまけで言ったら24画これもねすごいいい数字なんよでこれがまあ一応美人三大数って言われてるのがこの3つでまあ一つもう24画もめちゃくちゃいい数字です8の倍数でもあったりするけどねでその中でもう一つこう今言ってるのは男前数字はいこれ21画23画33画なの別名ね、はい、徳吉って言われる徳吉徳吉 特殊ないの、まあ、21角って言ったらねまあ一つ言うと、まあ、運動神経めっちゃいい運動神経よくてモテる顔の人もいっぱいおるんやけども21角この21角はね頭脳明晰やけど基本運動もできて頭も良くてみたいなやつおるやんいますね,ね、はい、もうね21う顔もいいもモテますモテ,モテ数字であの結構周りを引っ張っていくカリスマ性を持ってる人もめっちゃ多い そんなだから芸能人とかでも見てったら、はい、ちょっと売れてる俳優エレビーじゃなくてドーンって売れてるような人たちで別格やねってもう一世を風靡した人の名前とかをパッと見ていきよったらなるほどねってなる人もいるとかあとは二十三角は朝日が昇るような発展運って言われるんやけどね、はい、この朝日が昇る発展運っていうのはあの若かりし頃はじわじわなんやけども年を取るにつれて晩年からガンガンガン,ガン,ガン,ガン伸びていく人たち これがもうめっちゃ多い。だからもう晩年にかけてどん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 運勢が発展していくっていうような感じで、あの、勢いがどんどん増していくっていう。っていうタイプの人が23画。はい。が一つ。でも33画って言ったら、まあね、これを俺がしょ、うん、そうね。33画ってのは、君高帝王って言われるぐらい、もう大王様の数字。<ー>めっちゃ強いんよ。まあ、頭切れるし、ワンマンとかもそうだし、カリスマ性っていう意味合いでも、圧倒的やねっていう人となんか、 まあ、そ弱点としては、三十三角っていう数字を持ってる会社の社長さんが倒れた場合、あの、みんなどうしたらいいのって感じになる。ああ、なるほど。この人の影響力が強すぎて。はい、だからもう、天性の生まれ持っての王様数字やけども、まあえりごの、なんかもう、好んでなるべく使うようにするっていうよりも、気づいたらこの数字を持ってたとか、ね、別に、あのー、狙ってつけられたわけじゃないけど、この数字だったっていうんやったらいいんだけども、はい、この数字を俺があんまり言わなかったのは、 男性持ってていいんですよめっちゃモテるがゆえに家庭を持っててもちょっと女性癖が悪かったりとかいうことがあったりとか、はい、あとは女性の場合ちょっぴり結婚が生き送りがちになったりとか家の中では女性がこの数字を持つとめっちゃ強くなっちゃってどこの人が弱くなっちゃうとかっていうそういうちょっとしたねあの条件付きなんです。 結婚してあの性が変わって、格数が変わってその今までそういうタイプの女性じゃなかったのにそう変わるんですか女性は、ね、結婚した後に名字が変わるとこれ本当大転機明けあのタイプがバーンって変わるへまあこれいろんな原因があるけどねあのもちろん仕事を続ける、辞めるもそうやし子供を産む、産まないもそうやし。はい もうこういった要件でやっぱ女性ってドーンって変わっていくけど、画数が影響してっていうのが、でも、あの結婚して名字が変わってこの数字が入ってくるとめっちゃ強くなったりする。ええ面白いですね。っていうのもあったりして、もちろん悪い意味合いは全然ないです。こういう数字を持って,てる名前の人であっても、か携帯番号、まあ、男性だったら直接狙って取るのもありだけど、女性はあえて狙う必要はないかなと思います。狙うんだったらやっぱこの上の数字がとっても優秀だけど、はい、男性だったらもう仕事できる人はめちゃくちゃ多いです、これ。多いし、女性はあえて取らない。 で結婚した後に女性がこの数字が名前の中に入るようだった場合は仕事した方がいいあの本当にね、あのー、シングルマザーであったとしても家庭を持ってる人であったとしてももうこれでバキバキあの伸びていって自分で自己自分で会社を経営していくっていう人たち相当多いなって感じるのもこの数字ですそうなんですねそうなのでまあ独身女性とかであって考えた場合はこの数字が携帯の下4桁とかあとは何だろう えと車のナンバーとかに当てはまる場合っていうのはあのちょっとチャンスを逃しがち結婚に対するチャンスを逃しがちになり,なります絶対なるとかじゃないよなりがちになるからちょっと注意して狙って取らなくてもいいよっていう感じで、はい、一応これが男前三大奇数ってやつですね面白いですねそうジンも入っとった入ってないですねもう車のナンバー俺たちも恐ろいよもんね <laughs> そうですねもう必ずあのもういいナンバーをってことで、まあ、絶対に32っていう32よねジンもね そうですね、はい、1 24 32? 32やろ32ですもうねやっぱね、あのー、8の倍数に外れはないっていうのもあったりするんだけど一応この21角23角33角っていうのが男前三大奇数って言われてる数字ですねはいなので、まあ、男性が持っててもよしだけど女性が持つとねちょっとあの癖が出てきますっていうのは一応覚えておいた上でこれが、えー、男前三大奇数っていう中で まあね、各数っていうのがなかなか面白い数字があって全てがいいとか悪いとかっていうものではなくていいも悪いも混沌しているのが数字ですっていうこともちょっと知ってくれてたらなと思いますけどもそんな感じはい大丈夫そうですかはい面白かったです久しぶりだけど店長の出番があんまなかったけど大丈夫いやそんなことないですよ本当にそんなこと。無茶ぶりだねいつもね楽しかったですそうですかはいわかりましたまあそんな感じで今日も元気よく皆さん送っていきましょうかはい久しぶりですねはい明日もよろしくはいいやもう絶対明日も出てほしいと思うよ明日は はい、お彼岸の話、むちゃ振りなしね本、はい、んなにお彼岸の話、はいお彼岸の話しましょう、はいそんな感じです、はい、ではいきます、いきまして、はい、今日も元気よくいき,きます、せーの、よっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。気をつけて